この村のこと全然覚えてねえ。皆さん、夜分に失礼いたします。ただいまのバックステップの神様の神島の時刻は2022年1月6日木曜日の午前1時14分です。というわけで深夜に撮ってます。鈴木圭介です。ごっつい久しぶりに収録してる。このゲーム最後に動画アップしたんさ、2020年の5月だからな。1年半も回っちゃった。その後他の VTuber、 推しの VTuber さんのですね、あの配信に行くために起動したことが何回かあるけど、それ以外のタイミングで起動したこと全くないんだよな。やけどさ、ほんまに最後に起動したんっていつなんだろうって全然思い出せんのよな。そんな感じで久しぶりのバックステップの上島生活始めます。みんな俺のこと覚えてくれるのかな。今しずえこんな笑顔でおるけどさ、あれでもこの人誰でしたっけみたいな感じで頭の中巡らしとんかな。今こんな笑顔で、こんな笑顔で、本日はイベント開催のお知らせがあります。なんの冬のイベント、1月、今週末の土曜日は冬の釣り大会が開催されます。朝9時から夕方6時まで広場に受付のテントが設置されますので、よろしければご参加くださいね。悪い、その時間帯全部仕事じゃ。それでは本日も良い一日をお過ごしください。アップデートの情報とか全く出てなかったな。長いことアップデートのあれとか管理してなかったけんさ、なんかあるかなと思ったけど、あ、出た出た、家の周りにめちゃくちゃ焚き火置いとるやつ。1年半前の俺どんな考えでこれ建てたんだったかな。手紙よ。手紙どれくらい溜まっとんかな、これ。めっちゃたく、めっちゃプレゼントあるね、こう見たら。めっちゃってわけでもないか。けど、プレゼント長い間、ポストの中でほっぽりっぽなしになっとったんやな。母親、小読み見て、気づいた君の誕生日、祝う気持ちをお届けします。誕生日おめでとう、母より。ありがとう、母さん。母さんからハッピーバースデーのお手紙3ヶ月放置しとったんやけど、俺。ちなみにさ、プレゼント何くれたんかな。これか。母の手作り、いや、絶対腐ってる、それ絶対腐ってるやつよ、お前。わ、真ん中のネズミ何？他にも、お母ちゃん、他にもある。気を取られたら力に、蚊に血を吸われ。あーかゆい。母より、やばい、これ、バイオハザードの手紙みたいな感じになったの、日記みたいな感じになったのが、かゆう馬みたいな。その蚊の話から何のプレゼントにつながるの、これ。エプロン！たぬき寺が店やってないし、まあ、久しぶりに、島の住民に話しかけるか。あ、お前、何の名前だっけ、全然名前覚えてないよな。エイミーとか、こんな感じだったっけ、全然違うわ。リアーナ。あ、さつなけいすけ、帰ってきてたのかい。あんたの顔を見るの、かなり久しぶりだね。あれから1年と7ヶ月か。全く寂しい思いをさせられたよ。7ヶ月ってとこまでわかるんじゃ。1年と7ヶ月ってとこまでさ、覚えてくれとんじゃ。ごめんな。向こうの、こっちの世界に全然顔出してなかったわ。ん？なんだよ、その顔は。もしかして忘れられてないか不安だったのかい？別にあんま気にしてなかった、そっちは。うちらがあんたを忘れたりするもんか。ここは、刹那圭介が名付けた、バックステップの神下なんだからね。いつでもあんたを守ってるって。すん！そうだった。俺、バックステップの神下って名前つけてたんだ、お前。
あ、こんな感じに並べとったわ、これ。小人に敬礼みたいな感じでさせとったもん。こんな置き方しとったな、俺、そういえば。あ、ラジオ体操とかあんの？待て、これ今、夜中、深夜1時やぞ、お前。始めたろ、始めたろ。集まれ、深夜のラジオ体操が始まるよ。あー、みんな集まってくれてる。え、なにこれ、体操が始まると体の動かしからボタン操作の、あ、なんか、対面国ボタンを動かす系、押す系のがあれなんじゃ。ジョイコン以外で遊んでるんで、今回はボタン操作で体操に参加。OK、それでお願いします。集められて、すごい迷惑症だろうな、こいつら。L を倒して、背筋を伸ばす運動。俺がみんな起こし、叩き起こして呼んどうのにさ、全然俺動かんって言うね。みんなちゃんとやるよ、おいな。頭の中で、こいつ、いい迷惑してやがるぜ、みたいな感じで思っとうはずなのにな、みんな、誰かは。ちょっと遅れとるぞ、お前。さっきの一人。名前忘れた、もう、左上のやつ。左上の馬。名前忘れた、もうすでに。リアーナだったっけ？そんな感じの名前のやつ。ちょっと遅れとったぞ、今。中央で堂々とサボっとうからな、俺。なんかちょいちょい遅れるんやけど、みんな。十人寮ってなんか不得意不得意があるかのごとくちょっと遅れるパターンがあるやな。よっしゃ、ハンコもらって帰ろうぜ。第二村人、ピティエ。あら、さすがケイスケさん、お元気？こんな風にあなたと話すと、久しぶり、しばらくぶりな気がするわ。え、俺の島にこんなやつおったっけ？もしかして俺、誰かと間違えられてます？あなたとどんなことを話してたか思い出せないくらいね。うん、俺はお前のことを全然思い出せないけどな。こんなやつおったっけ？あれ、こんなやつおったっけ？俺の島に。もう少しであなたのことも忘れちゃうところだったわ。うん、まあ俺はお前のこと忘れとんやけどな。なんてね、お帰りなさい、さすがケズケさん。ザマース、やばい、ザマースも知らん。お前そんな語尾の住人おったんじゃんみたいな感じなんだろう。いや、じゃあポケット中に入れるな。お邪魔しまーす。わ、絶対寝る直前のやつじゃ。おーい、寝る直前のやつ。あ、風邪ひいてんのか、こいつ。なんか体の調子悪すぎ。お薬買いに行く余裕ないよ。けど、こんな時間に病院開いとるか、バカ。たたきちの店やってやっとるか、お前。はぁ、あ。めっちゃ体がだるいよ。喉も痛いし、寒気もするし。こんなことなら、ちゃんと薬買い置きしとけばよかった。けど、このやつを CM に、母の手作りケーキ食いまーす。おいちー！いや、ライオン、お前か、お前、こんな深夜まで徹夜して、職人気質か、お前は。え、お前、文字書いて、接続気づくなのか？ほほほほ。お前な、無茶授業のために出るなら、ちゃんと書き置きしていくのが、まだってもんだろう。おいらだって、お前がいない間、トレーニング続けたんだろう。見ろ、この上腕二頭筋を。うん。
わからんのよ。あ、思い出した。てか思い出したんやけど、そのトラの T シャツ俺が開けたやつじゃないか。ライオンにトラの T シャツ開けるという謎のセンスを発揮したやつじゃ。あ、思い出した。あ、そうじゃ、そうやな。ま、お互いの筋肉自慢は今度ゆっくりするとして、おかえり刹那圭介。あ、ただいま。あ、思い出したわ。ようやく殺しまでの思い出の一つ思い出せたんやけど、お前。何意味やんよ。あ、こんな感じだぞ、そういや、俺の家。そうじゃ、たくさんの重視を宿っとったんやだな、俺。よう俺こんな気持ち悪いパッタの語り物も買っとったなーって思うし。あ、こんな感じ。あ、そうじゃ、こういうトイレも作っとったな俺。便座すごいど真ん中では、ゴキブリ退治した。やったー、ゴキブリみんないなくなってスッキリ。トイレでスッキリって言おうからな、お前。落ち着いて用足せんだろ、こんなところ。やっぱ最後は役場行かんかったらな。タヌキチ久しぶり。どこやったっけ。さすが圭介さん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだな。もどういったご用件だな。もあ、お前はさ、久しぶりに帰ってきた。島のおさがさ、出迎える、お帰りとか言ってくれんの。俺、他の奴ら言ってくれたね、出会った奴らはな、みんな。お前は、なんか、いつもの通常営業みたいな話しやがって、お前。せっかく俺がこの島に帰ってきたって言うのに、お前。今度会ったら、早い子に気をつけろ。そこには俺がおるぞ、お前。はい、はい。ただ、あいつでも同じしてるだな、もん。しずえさん、お前は俺に対して、お帰りって言ってくれんか。あら、刹那圭介さん、こんばんは。あ、お前も通常営業だったわ。じゃあ、最後は、この役場の建物の前で、記念写真を撮りたいと思いまーす。はい、チーズ。